はい、皆さんこんにちは。ブランドプロデュースラボ代表の川本です。今日はですね、いつもアシスタントをしてもらってる林さんにですね話を聞いてみたいと思います。林さんはですね、出張型運動教室っていうのをやってるみたいなんですけども、その内容について今日は聞いてみたいと思うんですが出張型運動教室、どんなことをやってるんですか？普通の、運動教室とか、あとジムとかスポーツクラブとかって、お客さんが行くじゃないですか、出向いて行って運動するんですけど、私はその行ける人は自分で行ったらいい、ジムに、でも行けなかったり近くに、まあ、ジムがないとか自分の足で行くことができなかったり、そこまで行く勇気がないとかっていう人のために、私がその方のところに行って運動教室をするっていうので出張型。対象者はどういう人なんですか？今は、まあ、どちらかというと高齢の方をメインで、それも地元で、まあ、その運動ができる人が、私が住んでる地域って、なかなかその市内に出たりするのが、ちょっと距離がある。だから車で出なきゃいけなかったりとか、バスで出るのはちょっと遠かったりもするので、そういったところで教室を開いて、そこにみんなが来てくれるっていう運動教室がしたかったり、そうですね、その地域すごく近くにある人は年取ってても行けるじゃないですか。あ、まあ、確かにね。だけど年を重ねてきて近くになくてバス1本で行けないとかなった時に、なるほど、ね、行けれない人が増えてくると、その地域の人ってやっぱりどんどん年を置いていくから、そ そういう地域に行きたいなと思って。すごいですね。それすごい価値がある仕事ですよね。でも結構その山の地区とか、まさにその車を、ね、使わなきゃいけない場所っていうところだと、やっぱりどうしてもね、アクセスの問題とかも出るからね。そうなんですよね、だから初めもそれを思って、もともとスポーツジムに、もともとはスポーツジムでやってて、でもそういう教室をやりたいと思ってどんどんやってたっていうところがある、ね、なんかそこは別に私じゃなくても、ああなるほどね、そう誰でもいい、高齢者の方待ってた、そう待ってた、林さん待ってた、そう高齢者の方たちは、ね、多分私は待ってくれてるから、ああいいですねなるほどなるほど。で結構ね、あのいつも SNS とか林さんのやつ見ていただきたいんですけども、すごい多くの人数の方が集まって、高齢の方と一緒になんか体操をねしてるような動画がいつも上がってるんですけども、それやろうと思ったきっかけって何なんですか？きっかけはその仕事をやってて、前の仕事をやってる時に、まあ、その高齢者の方が来てくれて、プールであのエアロビクスとかやったりとかしてたんですけど、まあ、それはそこに来れる人たちはみんな元気だけど、体験に来られて、でどうやってここまで来るんですかってなった時に、車もないし、ここまでのアクセスが悪い、だから多分もう来ないと思いますみたいなのが、やっぱり来ない、体験から入会はしなかったっていうのが何名かいらっしゃって、そういう来れない人たちはこれからどうするんだろうと思って、へー、その人たちの助けできないかと、そう私が行けないかなって考えた時に、行けばいいじゃんと、で始めたんだ。そうです、始めようかなと思って。すごい。え、それ何年前です？2年前。それ決心するのすごい努力だと思うんですけども、それなんで決心できたんですか？なんかあの正直な話なんですけど、はい、仕事を辞めますって辞めて10月くらいに辞めたんですけど、私もう働かない宣言したんですよ、家で。どういうことですか？私働きません、ね、両親に私もう一生働きませんって言ったら、お父さんが、まああと15年くらい働けるから大丈夫だよって言って、分かった、お父さんよろしくって言ってあ、そういうこと？そうなんです。へー、一回働かない宣言して、一回箱入り娘になりますと、はい、もう箱に入りますみたいな、戻ってたんですねお父さんが閉めるんじゃなくて自分から入りに行ってそれで、まあ、1ヶ月くらい、まあまあ遊んでいたんですよ。へー、まあ、家でちゃんと、家でしっかり遊んで、家でしっかり遊んでて、だけど途中で、働きたいってなって、あ、もう暇すぎてね、そうなんかやっぱり働きたいってなって、でその時にそのことを思い出して、そういえば私こういうことがしたかったんだみたいな、
たら何ができるだろうって考えて、うんうん、じゃあみんなのとこに私が行くためには何をすればいいんだろう、うん、っていうところで、うん、あの資格、あ資格に走ったんですねいっぱい取ったんだ。いっぱい取りましたね。何本持ってるんでしたっけ。なんか8、すごいですね。資格オタクなんですけど、す資格がいっぱい持ってね。そうで資格を実際に生かして、うん、実際運動教室始めた。その3ヶ月後。おお、すごい。どの資格が一番生きたんですか。健康運動実践指導者っていう、結構大きな資格で、うん、それがあれば、うん、まあそのスポーツジムとかでも役立つっていう、うん、なるほどね、ものを取り、お取り、そこからあの座ったままヨガがしたいと思って。なるほど。でもいろんななんかそういうエクササイズを知ってるから、うん、そういう高齢の方も含めて楽しませることできますよね。そうですよね。ね。だからあの普通に体操がしたくなかったんですよ。はあ、はあははあ、で、あのよくながらとか言うけど、ながらは良くないって言うじゃないですか。うん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 、だけどながらでもいいから、おその意味のある体操をするために。うん、ながらだけど意識すればながらもながらじゃなくなるっていう。なるほどね。っていう、うん、なんかこう、なるほどなるほど、理解できる運動教室にしたいと思って、はい、だからただ来て体操して正しく終わったではなくて、はい、これをするとこういう風になる、うん、おー、そういうちゃんとしたロジックも踏んで埋めるようなね。でそれでこの体操をどういう風にすればいいかみたいな、うん、家でするときは私がいないから絶対やらないと思う、うんうんっていう話をまずして、はいはいはい、絶対そこのガラってドア開けてさようならってなったらもう誰もしませんよっていう話をして、ね、うん、そこからこの体操は実はこの動きと同じなんですって言って、うん、皆さんのその家事の中で食事を作る時の動作と一緒なんです、はい、なるほどね、っていうところとつなげて、へえ、それをある意味で言うと自分の中でメソッド化したんですか。そうですね、でも今もまだ、うん、試してる感じ。試してる中。でもなんかあのエクササイズありますよね。なんていう名前でしたっけ、はい、アリササイズ。アリササイズですよ。ぜひ見ておいてくださいね。アリササイズがこれからね、はい、大爆発するはずなのでね。日常生活運動家、うん。おー、いいですね。でも普通のね、やっぱり日常の中でできる運動、あくまでもね、ジムとかっていうのは場所でやるっていうのじゃなくて、うん、やるもあるけど、日常の中でできることっていうものをある意味でエクササイズ化して、うん、それを教える場所を作っているのはなかなかない仕事だし、うん、ね、やっぱりこれからね、高齢者がすごく増えていくから、そういうことをやっぱ覚えていかないとやっぱなかなかいけないのかなっていうのを思うんですけど、うん、じゃあ最後にあのこのもう一個質問があるんですけど、はい、このアリササイズを広げるために今やってること教えてもらっていいですか。広げるために、うん、今はあのこの間あのカレンダーを作ったんですよ、はい、週替わりカレンダーなるほど、ね、みたいなのを作って、うんうん、でそれを20名ぐらいの方に送って試してくださいと。おお、すごい。っていうのでアンケートを取ったんですよ。はいはい。でその結果あのその私が考えたのは、私が日頃やってるのとかを1週間7個を出したんですけど、うん、はい、結構どこの何々をしてる時の体操でありませんかとか、あ似てるんじゃないかと。いや、あのういうもっと別の場所も、そこを私は家事をしながらっていうのをメインで考えたけど、自分は家事はあんまりしないから、あそういうことか。そうだから、ね、車に乗ってる時にできることを教えてほしいですとか、おとかそのベッドにの部屋、寝室に置きたいから寝室でできることを教えてくださいとか、はい、っていうのが結構、はい、その書いてあって、ってなったら、私が考えてるその家事っていうところに特化するものではダメだなって気づいたんですよね。だから今はあのそのいろんなところでできる、寝室でできるものだったり、それこそめっちゃいいじゃないですか。それをいろいろ考えるところがまず初めだなと思って。なるほどね。それ完成はいつになるんですか。完成はね、まだちょっと見通しは立ってはないんですけど。え、でもせっかくだから。え、今2021年の2月2月にできるらしいんでぜひですね、もうここで聞きましたね、ぜひ2020年2月にですね、はい、林さんのアリササイズがなんと
カレンダーになって出てくるはずなのでですね、それ皆さんでぜひ買いましょう。どうやってやるかっていうと、きっとクラウドファンディングでやるんじゃないかなと思うので、クラウドファンディングやり方は以下の URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてください、はい、ということで1本目の動画はねこんな感じで終わりしたいと思います。2本目の動画ではですね、林さんがこれからどういう風にプロモーションして、そしてどういうことに苦労したかとか、そのあたりの話も聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、ということで今回の動画は以上で終わりしたいと思います。ありがとうございました。